山口敏子、山口敏子、山口吉子、1920年、大正9年2月12日から2014年、平成26年9月7日は、日本の歌手、女優、政治家である。戸籍名、大高敏子、旧姓、山口、欲教女子中学卒。様々な名前で活動し、戦前の中国、中華民国と満州国、日本、 戦後の香港で、リコーラン、リコラン、リシャンラン、第二次世界大戦後のアメリカ合衆国では、シャーリー山口の名で映画、歌などで活躍した。日本の敗戦を、上海で迎えた彼女は、中国人として、祖国を裏切った漢漢の容疑で、中華民国の軍事裁判にかけられたものの、日本人であることが証明され、漢漢罪は適用されず、国外追放処分となり、 日本に帰国した。帰国後は、旧姓、当時の本名、山口敏子の名前で芸能活動を再開し、日本は元より、アメリカや香港の映画、小ビジネス界で活躍をしたが、1958年、昭和33年に、結婚のため芸能界を退いた。そして1969年、昭和44年に富士テレビのワイドショー、三次のあなたの司会者として、 マスメディア界に、復帰、1974年、昭和49年3月まで務めた。後に1974年、昭和49年から1992年、平成4年までの18年間は、参議院議員をも務めた。2006年に、日本チャップリン協会、大野博之会長の名誉顧問に就いた。2014年9月7日、心不全のため、 東京都千代田区一番町の自宅で死去した。満九十四歳。のぶせい四位。1920年、大正九年2月12日に、中華民国法天省、現、中華人民共和国領年省の炭鉱の町、法天北遠代で生まれた。南満州鉄道、満鉄で中国語を教えていた佐賀県出身の父、山口文雄と福岡出身の母、愛。 旧制石橋の間に生まれ、都子と名付けられる。法天、弦、新洋市と北平、弦、北京市で育った。本籍は、佐賀県貴島郡北方町、現竹雄市。親、中国的であった父親の方針で、幼い頃から中国語に親しんだ。小学生の頃に、家族で法天へ移住し、その頃に、父親の友人であり、家族ぐるみで、 交流のあった信用銀行の頭取、力は春将軍、後に、官官で処刑されるの、義理の娘分、漢女児となり、李光蘭、李晟蘭という中国名を得た。その後、後に、天津市長になった藩育葛蘭とも、義理の娘として、縁を結んだ。中国の九州では、元来縁を深めるために、互いの子供を義士とする習慣があった。これは、 実際に戸籍を移す法的な養子という関係ではなく、それぞれのせいで互いの子女に名前を付き合うなどのものある。その後、法典に住む幼馴染のユダヤ系ロシア人であるリューバの母からの紹介を受け、白系ロシア人と結婚したイタリア人、オペラ歌手のマダム・ポドレソフのもとに通い、ここで声楽を習うようになった。1934年、昭和9年、トシコは、 半宿家の名、半育活らの技師としての名前で、北京のミッションスクール、翌教女子中学に入学し、1937年、昭和12年に卒業した。日本語も中国語も堪能であり、またその絶世の美貌と住み渡るような歌声から、法天放送局の新万秋歌曲の歌手に抜擢され、日中戦争開戦の翌1938年、昭和13年には、 満州国の国策映画会社、満映画協会、満映から、中国人の専属映画女優、リコーラン、リーシャンランとしてデビューした。映画の主題歌も歌って、大ヒットさせ、女優として、歌手として、日本や満州国で大人気となった。そして、流暢な北京語と、エキゾチックな要望から、日本でも、満州でも多くの人々から、中国人スターと信じられていた。また、 この頃、東洋の又たりと呼ばれた、川島よし子との親交があった。日中戦争中には、万英の専属女優として、日本映画に多く出演し、人気を得た。人気俳優の長谷川和夫とも、白蘭の歌、シナの夜、ネッサの誓いで共演した。1941年、昭和16年2月11日の期限節には、日本劇場、日劇での、歌譜。 理工欄に出演し、大盛況となった。大勢のファンが退去して押し寄せ、日劇の周囲を七回り半もの観客が取り巻いとた,た、消防車が出動、散水し、群衆を移動させるほどの騒動であったと伝えられている日劇七回り半事件。<laughs> 1943年、昭和18年6月には、アヘン戦争で活躍した中国の英雄。 林や即女の活躍を描いた、長編時代劇映画、万世流頬、151分に、林や即女の弟子、半透る年の恋人、あとに、妻役で主演した。この映画は、中華伝英古墳有限講師、中華連合政片古墳有限講師、万英の三者による合作で、アヘン戦争敗北100周年記念に作られた映画であった。中国全土で映画が封切られるや、 劇中、彼女が歌った、主題歌、アタイトーと挿入歌、開演歌も大ヒットしたが、映画、万世、流頬は、中国映画史上初の大ヒットとなったのである。また内容は、アヘン戦争の相手国であったイギリスを、当時の日本に見立てて、中国民衆の抗日意識を鼓舞するものだった。万世、流頬の大ヒットにより、中国民衆から人気を得た、リコランは、 上海から北京の両親の元へ帰郷し、北京飯店で記者会見を開いた。当初、この記者会見で彼女は自分が日本人であることを告白しようとしていたが、父の知人であった力者招待会長に相談したところ、今、この苦しい時にあなたが日本人であることを告白したら、一般民衆が落胆してしまう。それだけはやめてくれと悟され、告白を取りやめた。 この記者会見が終わりかけたとき、一人の若い中国人新聞記者が立ち上がり、リコーランさん、あなたが白ランの歌やシナの夜など一連の日本映画に出演したシ意を伺いたいのです。あの映画は中国を理解していないどころか侮辱してます。それなのになぜあのような日本映画に出演したのですかあなたは中国人でしょう。 中国人としての誇りをどこに捨てたのですかと質問した。これに対し彼女は二十歳前後の分別のない自分の過ちでした。今は後悔しています。あの映画に出たことを後悔しています。今後、こういうことは決していたしません。どうか許してくださいと答えるや、記者会見会場内からは大きな拍手が湧いたという。記者会見と前後して、 上海の百大小編講師で収録した、やらいこう、海つばめ、反腐そあうみかじ、防空火、第二部などがヒットした。このうち、王朝明政権、南京国民政府による愛国家局、防空火は、中国人の祖国防衛意識をかき立てた。また、1945年、昭和20年6月23.2425日に、上海、西安寺路、現、 南京西寺の大名大議員、グランドテアトル、現、大光明伝演院で行われたリサイタルでは、ヒット曲、やらいこうを含む、中、日曜前の歌曲などが披露され、観客の喝采を浴びた。そして、人気の勢いは、止まることを知らず、リコーランは、終戦、発行、ヨーリー、クレウグイスオンラと共に、上海などの、五大歌公の一人に数えられた。 それまで、リコーは、満州国と日本のスターだったが、映画、万世、流頬とその主題歌、アタイトーカ、挿入歌、開演歌、そして、夜来る香り、海燕、半腐そうは海火事、防空歌、第二部などの一曲により、中華民国でも人気スターとなった。そして、万世、流頬の後、皇妃という映画が企画されたものの、撮影開始前に終戦を迎え、 上海での映画出演は一本に終わってしまった。また歌においては、1945年、昭和20年にカップリングで吹き込み発売された第二部と、某遊創とが中国での最後の収録曲となった。なお、第二部は2012年、中国で青い空によりリバイバルされ、現代の中国人にも創傷者は、リコーランであるということが知れ渡った。その第二部は、 台湾のトップシンガーが、夜来る香り、南下君再来たる、ただ言う、党と共に、台湾は元より東南アジアや中国大陸各都市でのコンサートでも歌い継いでいる。リコーランは、中国人と思われていたため、日本の敗戦後、中華民国政府から、カンカン、売国奴、祖国反逆者の角で、軍事裁判にかけられた。そして、リコーランは来週上海競馬場で、 銃殺刑に処せられるだろう、などという予測記事が新聞に書かれ、あわや死刑かとも思われた。しかし、法典時代の親友竜馬の働きにより、北京の両親の元から日本の戸籍投本が届けられ、日本国籍であるということが証明された。結果、官官罪は適用されず、国外追放となった。無罪の判決を下す際、裁判官は、 この裁判の目的は、中国人でありながら、中国を裏切った官カ官ンカンを裁くことにあるのだから、日本国籍を完全に立証した、あなたは無罪だ。しかし一つだけ、臨時上、道義上の問題が残っている。それは、中国人の名前で、シナの夜など一連の映画に出演したことだ。法律上、官カ官ンカン裁判には関係ないが、遺憾なことだと本法廷は考えると不言を加え、 リコーランは、若かったとはいえ、考えが愚かだったことを認めますと、頭を下げて、謝罪した。1946年、昭和21年2月28日、リコーランと似ても似つかぬように化粧を落とし、もンペ姿で引き上げ船に乗船しようとしたが、中華民国側の女性出入国管理官に、リコーランと見破られ、再度収容所に連れ戻された。10日後に誤解は解け、 一ヶ月後の三月末に、今度こそ出国できることになった。リコーランは乗船するや、いなや、一旦は便所に身を潜めたが、船が港を離れてからデッキで遠ざかる上海の摩天皇を眺めていると、船内のラジオから聞こえてきたのは、くしくも自分の歌う、やらいだった。帰国した後、翌年には、旧姓、当時の本名、山口敏子に戻って銀幕に復帰。 日本映画を中心に活躍した。主演作では、池部良と共演した1950年、昭和25年の、暁の脱走などが名作としてない。我が生涯の火が焼ける日では、森正幸と、秋分では、三船敏夫と共演している。また、アメリカに渡り、アクターズスタジオの講師から演技を学び、シャーリー山口、シャーリー山口の名で、 ハリウッド映画に主演したり、ブロードウェイでのミュージカルにも主役で出した。その際に受けたインタビューで、山口はキスの勉強にやって参りましたと渡米の理由を述べている。その頃ニューヨークで彫刻家、イサムノグチと知り合い、1951年に結婚した。鎌倉の北王子路三陣の邸宅敷地内にアトリエと住まいを構えたが、1955年。 昭和30年に離婚する。1952年、昭和27年から1958年、昭和33年にかけては、イギリス領香港で、映画、金平梅、新秘美人、人よ風流に主演し、中国語圏で、リコーランの名を復活させた。また同時に、香港の百大小編更師で十数曲の、主演映画の主題歌を吹き込み、 映画と共にリリースしてヒットさせる。それらは今日もスタンダードナンバーとして三年、売価、小事項、重利用上、分離、ただ言う、等が、世界の中国人、家人の間で歌い継がれている。1958年、昭和33年に、 中ビルマ日本大使館の三謀書記官で国連大使の加瀬俊一の秘書官も務めた日本人外交官の大高博氏の父中ミャンマー特命全権大使1928年から2001年と再婚し20年にわたる女優業を引退する引退直前には原節子の呼びかけにより芸能生活20周年記念映画として東京の休日が制作されたそれは 三船敏夫、池部良、小四次ふぶなどの東方オールスターが出演する豪華なものとなった。そしてこの映画が最後の出演映画となった。その後はマスコミに一切姿を見せなかったものの、1969年、昭和44年に山口敏子の名で、富士テレビのワイドショー、三次のあなたの司会者になり、芸能界へのカムバックを果たす。番組では、 ベトナム戦争中の南ベトナムやカンボジア、中東などの海外取材も行う。1973年、昭和48年には、日本赤軍の重信ふさとのインタビューに成功した。参議院議員当選後の1979年、昭和54年に朝日放送が制作した番組、こんにちは。北朝鮮ではリポーターを務め、北朝鮮を訪問。 近日政国家主席と会談している。1974年、昭和49年に、時の総理大臣、田中閣営の要請で自由民主党から第10回参議院、議員通常選挙に、全国区から立候補し、初当選した。田中派に所属、後に宮沢派に転じる。1980年、昭和55年、 1986年、昭和61年と再選され、環境政務次官、参議院沖縄及び北方問題に関する特別委員長、参議院内務委員長、自民党婦人局長堂1992年、平成4年に引退するまで歴任した。1993年、平成5年11月3日、訓二党法官賞受賞。政界引退後は、 女性のためのアジア平和国民基金の呼びかけ人となり、同基金の副理事長を務めた。劇団式では、彼女の反省をミュージカルリコーランとしてミュージカル化した。1991年の初演以来、劇団式の代表作品として人気を呼び、幾度となく再演され続けている。後に、ミュージカル一国の丘、ミュージカル南十字星と共に、 昭和の歴史三部作一つとなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。